前より画質悪くなってない？本当？待って、なんで？なんでかな、そんなことないって思っちゃうけどな。けどそれも12月までの辛抱です。ミニーちゃん、これさ、もうめっちゃ頭重たくてさ、これさ、めっちゃ首がね凝るんですよ。首も凝るし、気をつけてください、これ被る方。肩と首を鍛えてから行った方がいい、これは本当に。誰かわからない、そんなですか、画質悪いってこと？え、画質、そんな悪いですか？お散歩楽しかったですよ。お買い物しました、お散歩がてら。誰やお前って、そんな画質悪いんだ。そういうことか、頭食べてるの怖くね、なんか。そう、それならばまだ浮かれてる、まだ夢の国。何、どうしたんですか？えって、あ、ヨギボー買えなかったんですよ。もう この話聞きますか、ヨギボーの話。ヨギボートークショー、よーいスタート。ヨギボートークはですね、私の、あー感電する、私やだ、うわ光った、怖ー。まあでも光なくても意外といける、ちょっと暗いけど。でもやっぱ光やった方が可愛くなると思う。あ、眩しい、やめてください、眩しいです。それでね、ヨギボートークをすると、お母さんがヨギボーをずっと欲しくて、かわいそうなの。あのね、何日も前からヨギボー買うぞって言っててね、6時間ぐらい前からね、ずっとカウントダウンしてたんですよ。でなんか、あと2日と何時間だとかずっと言ってたくせにさずっと言っててさ、なんかみーちゃん残り10分だよって言って、まーちゃんと私とお母さんと3人でこうやって待ち構えてたんです、10分前から。でやばい、来た来た、30秒前、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、いけーって言って、みんなでもう一気にボタン押したんだけど、もう何にも進まない何にも進まないし、あれ多分買えないですよ。買えた人いるんですか？でもいるんだろうな、一人ぐらいは。何人買えるんですかね。もう本当に悲しくなった、あれ。めっちゃさ、待ち構えとってさ、めっちゃ早く押したし、もう、って言ったっちゃけど、全然ダメ。あれはもうダメだ。勝てる人いる？え、吉野さん勝てた？絶対嘘だ。希望戦争、勝った人いるの？負けちゃった。家族みんな負けました。まーちゃんも負けた。そう、え、みんなやっぱりしてたんですか？まあそうだよね、日本中のみんながやってたら、そりゃサーバーもつながらないわ、そりゃつながらないですよ。じゃあそういうことか。まあそうだよね。でもツイッターとかにさ、なんかちょこちょこさ、変えましたっていう人おってさ、え、運良すぎやろと思って。もう あれはもうせんことに決めた。もう戦わない。もう戦わない。絶対。だけど、ヨギボーは買おうかなって思ってますよ。ヨギボー持ってる人いますか？なるほど、日頃の行いが良くないのか、私の。いや、すごいとよ、ヨギボーって。本当にあんな人気者っては知らんかったね、ヨギボーは。マックス
ってめっちゃでっかいやつやん。ソファーみたいなやつですか？でも結構大きいでしょ？マックスね、私もマックス欲しいと思ったけど結構場所取りそうやなと思って。ボーンって寝れますか？私も持ってないヨギ王って同級生同級生じゃない。ヨギ坊か、そのヨギ坊は同級生やわ。ヨギ坊さん抱き枕ね、お母さんが欲しいって言った。抱き枕イベントって言って何だろう、これ何のイベントやの。お寿司、あ違う、お鍋、なんだこれもっちょらんのよ、私ももっちょらん。そう結構大きいですあれ絶対。あ、あ、あ、年明けやすくならんかな。初日、初売り、初売り、初売りで安くならんかな。ユキボ作れそう、頑張れば。頑張れ、ん？え、でもめっちゃ自虐やん。年明けフライデーなんですか？新春セール、新春セール、新春セールしましょう。ユギボさん、あー無印ね、今日無印、あ、やべ、ダイエットしてるんですよ。お、カナダのハーフですか？趣味はダンス&ボーカルや音楽鑑賞です。よろしくお願いします。尾上瑞希です。カナダか、カナダはね行ったことないですね。で無印行ったんですよ。それでね、無印のね、なんかね、ごぼうスティックみたいな、スティック、違う、スナック菓子みたいな、ごぼうのおせんべいみたいなやつ食べたんですもん。100円やし、安めっちゃ安いわ。で頑張って痩せてるんですよ今。ダイエットしてるんだけど、まあ、体重結構割れてるからちょっと分かんないですね、痩せてるのか痩せてないのか。何キロ減ったの？体幹 2キロ、体幹1キロ痩せたけど実際分からん、体重結構割れたけん。頑張ってるけどさ、毎日頑張ってるんですよ。夜ご飯は食べないようにしたり、夜ご飯は19時までに食べたり、夜ご飯は春雨スープだけにしたり、夜だけしか頑張ってないのか。でもお昼も基本そんなに間食とかはしない、お昼ご飯だけ、朝ご飯だけと夜はちょっとって感じ。図鑑かなと思ってさ、もう全然食べんみたいなダイエットはしてないですね。朝昼しっかり食べて夜減らすってやつ。そうけどさ、多分さ、もう痩せ、私ね最近思ったんです。多分人にはそれぞれ自分のもうここまでしか痩せれないっていう体重があるんですよ。私だと、まあ、何キロってあるんですよ。で私はそれプラス3キロぐらいまでは行ったことあるけど、もうそっから減ったことがないんですよ。その何十何キロからもう減らないの、頑張っても。そうだけんか、やっぱりもう減らんとかなと思って、これ以上は不健康になるんじゃないかなとかそう。でもね、朝からもうめっちゃうまかっちゃん食べた時は朝12時までに食べます、食べてます。え、それ諦め、めっちゃ厳しい、みんなめっちゃみんな厳しい言い訳よね、すいません。でもマジでそう思うさ、私最近なんちゃ、痩せれないんじゃなくて、もう多分痩せづらいゾーンに入ってるんだろうなって思います。なんか痩せれないとかはないんだろうけど、多分頑張れば痩せれるんだろうけど、もうなんか痩せづらいんだろうなと思います。なんかさ、プラス3キロの時は一気に落ちたんですよ、あの食中毒になって。でそっからキープはできてるけど、それ以上痩せるのはもう痩せづらくなりました。そうだけどやってますよ、ちゃんとダイエット。そう、終了してない、ちゃんとやってます。今日だってね、本当ね、めっちゃ食べたかったけど食べずにね、もう今一生懸命お水飲んでるんですよ。めっちゃお水飲んでる。お
本当はめっちゃ食べたから、もうめっちゃね食べたすぎて YouTube でもずっと動画見てます、人がご飯食べてるの。あ、いいなと思って。いいですよ、私の代わりにお菓子食べて。お菓子なんか私一生食べてないんですけど、お菓子全然食べてないよ本当。なんかそういう甘い系、まあ朝は食べてるけどね、だけど食べたい分だけ食べてない、半分とかしてますね、3分の1までにしようと思って頑張ってます。でもね全然わからん、減っとったかな、減ってない、減ってないとかな、体重計ちゃんと、そもそも体重計買わんとよくわからん。なんか体重計さ、1回目と2回目と3回目でさ全然体重違うんですよね。もう多分 100% 壊れてる、あれは。壊れてないかな、1回目が正解なのかな、2回目が正解なのかな。だってそんなさ1分とかで体重変わらないですよね。ねえ変わんないですよね普通ね。え、ね、だけ絶対違う、あれねえ、どうやったらあれが正確な体重を知りたいな。4回測ったら4回とも違う数字なんだよねそうよ、だけどねちょっとね、あれはあれしね、なんか体重分からんとなかなかあれですよね、モチベーション上がらんよね、それはありますね。けど夜ご飯は食べてない、あんま食べてないってだけですよ、全く食べてないことはないよ。それはちょっとさすがにもうおうちんとお母さんに怒られてしまうそう、しっかり食べながらダイエットしようと思って、今日はね3キロ歩きました。そう 2.2 キロやったけん往復 4.4 キロか、 4.4 キロやけど途中ちょっとワープしたんですよ、だからちょっと夜暗くなっちゃって、やばい暗くなったけん帰り遅くなってしまいそうと思って、ちょっとワープしたちからも散歩諦めてワープしたから、でも3キロぐらい。でも毎日さ歩き寄る人からしたら3キロって多分さ、え、たった3キロってなるかもしれんけど、私にとっての 3キロはねなかなかね長かったよ。足は痛くなったりとかせんけど、タクシーじゃないですよ、普通に電車です、電車乗った。そう間に合わんわと思って、タクシーには乗ってないですよ、そんなたった1キロタクシー乗らんよ。いや電車です、電車に乗ってガタンゴトンガタンゴトンガタンゴトンって帰ってきました。帰りはループでしたっけ。そう電車に乗って帰ってきましたね。ナイキのアプリ、あー前入れとったな、使ってみよう。そう歩いてますねよく最近は。であとあれ、駅のエスカレーターを使わんようにしてます。ずっとあるあそこの階段をめっちゃ登ったり降りたり、降りるのはさいいけどさ登るのめっちゃきついんですよ、めっちゃ筋肉痛なりそうやけん。でも階段登るのめっちゃきついでさ、なんかさすごい変な目で見られるんですよ。今日も近くじゃないけど、まあ、そこら辺の駅でめっちゃ長い階段エスカレーターがあるんですね。めっちゃ長くてエスカレーターがでなんか20とかになってるんです。2階エスカレーターがあると。それでねそこをもうみんながねエレベーターもうすごい長いんです、異常に長いからみんながエスカレーターに行ってるんですよ。そん中私が階段を上り始めたら下から降りてくる人たちがもうめっちゃ見てくるんですよ。しかも荷物持ってるし、荷物今日お買い物したから荷物持って一人でこうやって登ってたらさめっちゃめっちゃ変人みたいな目で見てくるんですよ、サラリーマンの方が。
そうよ、こうだけさ、こう降りてくるってさ、で私が階段でこう登っていくけんさ、こっちから降りてくる人たちがだってね、私の階段、そこの階段登ってる人なんて一人もいないんですよ。そう、一人もいないし、これを登ろうっていう人多分アホなんだろうなと思って、ダイエットしてる私ぐらいだろうなと思いながら登ってた。そう、でもまあ楽しかったですよ。若干恥ずかしかった、なんかみんながあっちおるとにさ、誰もおらん階段を一人で登っていくってなんかちょっと恥ずかしいそう、でも大丈夫、あんま気にせんけんいいっちゃけど、でもまあ変なんだろうなと思っとった。なんでこの子歩きょったやろうなって思わんかなまあ思わんか別に、そう意味てないやろ。そうよ、でもまあまあいいんですよ、知らん人やし、どうせ知らん人やけんいい別にん、あそう、今日私建物デパートみたいなとこ行ったけど、階段で行きました。人多くて普通に嫌やったけん、人が多すぎたけん階段で行ったっていうだけだけど、階段って全然人いないんですね、みんな階段で行けばいいと思う。そう、あーめっちゃ、あでもめっちゃ息切れしてました、あまりにも階段長すぎて。そうめっちゃ長いよ階段、あそこの階段、あそこの階段エスカレーターだ、エスカレーターも異常に長い、エスカレーター乗っとる方が長いと思う、あれ階段で降りるときは階段で降りた方が絶対早い、長すぎやろうと思って、めっちゃ長いエスカレーターが、二重に分かれとったかな。でまーちゃんとあのディズニー行った時も、まーちゃんがまーちゃんエスカレーターで私階段でっていう感じやった。ずっと頑張れみーちゃんって言われてその階段をガーッと駆け上ってった。その時はまーちゃんと二人でやったけん、まあ一人なんかあの誰から見られとっても気にせんかった。そうで一番てっぺんでまーちゃんを待つっていう。あそういえばね、エスカレーターの話なんですけど、あのまーちゃんとエスカレーター下りを一緒に乗ってたんですね。そしたら反対側のあのエスカレーターが止まっちゃって、突然止まっちゃって、めっちゃビビった。私もあのなんかめっちゃ人おったし、突然止まったらそれびっくりするよね、こうやってウィーグドワーってなりますよね。え私もえーってなって、まーちゃんとやばい止まったやん、そんなことあるんだって。エスカレーターで止まるんですね突然、都会だけ？都会でも珍しいのかな？故障かと思う。でもなんか私は普通に故障して止まって、男の子が大きな声出したんですよ。一番先頭にいた男の子が、あの男の子ちっちゃい子がなんか転げたんですね、転げちゃったんです、突然止まったから降りる瞬間に。でわーって言って落ちちゃったんです。だからあの止まったけん転んだとかなって思ってたけど、まーちゃんは男の子の何かが挟まったっちゃろうみたいな言って、男の子が挟まったっぽいよって言ったさ、わからんなんかけど、とりあえずエスカレーターが突然止まってびっくりした。全然ほっこりじゃないサラリーマンちょっとキレてましたもん一番後ろのサラリーマン、そのエスカレーターのてけんか、こっちは止まっとるけどうちらは流れていくけんか、一番上の男の子からおじさんまで全部見れるわけよ、どんな表情しとるか。そうみんなねびっくりしてました。下の人たちは怒ってた、なんだよって言って、でみんなこうやって歩いていってましたね当たり前だけど、もう止まっちゃったから歩いて行ってました上まで。そういうこともあるんだねって言って、でなんかすごい今緊急停止いたしましたって言ってました緊急停止しましたよ、
しましたみたいな、エレベーターからなんか音が鳴りましたね。そうエスカレーター使いましたね。なんで使ったんだろう。基本ね上りは歩いてるけど、なんでやろうね、人が多かったんかな人が多かったらさわざわざさ行けんやん。ちょっとタシは階段で行くからとか言ったらちょっとまーちゃんに怒られちゃうからさそうや、時と場合による。そう でもびっくりしましたよ、突然あんな止まっちゃうとね。そうでも戻ったんじゃないですか、すぐ。まあ、長崎では見たことないですけど、エスカレーターが突然止まるなんて。そう都会だけじゃない、なんなんだろう。私最初地震かと思ったんですよ。地震でエスカレーターを止めたんだと思ったんです一瞬ね。で私たちの方動きおるやんって思った一瞬やばーと思って、だって地震多いやん、東京地震ばっかりやけん、地震が起きたけんエスカレーター止めたんかと思ったわ一瞬ね、ほんと一瞬。けど違った、普通に男の子が転げ落ちたけんかな、靴紐とかが引っかかったのか分かんないね、洋服とかが引っかかっちゃったのかな、ちょっと分かんないけど、ね、地震多いですよね。私が来てから多いじゃないって思うぐらいめっちゃ多い。私全然地震感じたことなかったけん、最近でも多いじゃないとなんか書いてましたよツイッターに、今年なんか多いなみたいな、最近多くないかみたいな書いてあったツイッターに。あそうなんだ、ずっと多いんですね。あー行っちゃっかな、みんなのとこに地震が来るかもしれん。私ナマズさんって呼ばれよったっけんな、中学高校の時ナマズキさんって呼ばれてた、後輩さんに、後輩さん、後輩ちゃん、後輩ちゃんに生月さんって呼ばれてたぐらいだから。うん、グラグラの実か、もちもちの木しか知らんよ、グラグラの実って何。そうなん、東京にも、東京でもあったのか、今日も南米の、そうなんですね、生月、生ずさんって呼ばれてたの生ずさんって呼ばれて、なんか目が離れてたんですよ。あ目が離れてたっていうか今でもの離れてるんですけど、なんか高校の時そう言われてたんです、みんなに。おみずきってさ目離れてないって、生ずやんって言ったの誰かが。そしたらそれが広まって後輩が生月さんって呼ぶ、やめなよ生好きってって言ったかもしれんし、言ってないかもしれん、多分言ってない、多分嬉しかったんだろうないじられてそう普通にあのナマズのこと、あの生きるの生じゃなくてカタカナナマズのナマズ、そう私ナマ好き、うん、目離れてますか。離れてないと思っちゃうけどね、すっぴんだと目離れとるんかな、分からんけど高校の時はそう言われてたんです。おみずきは目が離れてる、なまずって地震の時になんか役立つみたいな感じじゃなかったっけな、目離れてるか。あでも結構多くないですか、多いっていうかいますよね、目離れ目好きだよっていう方。そう離れ目なんかさ一時期ブームなかった、離れ目女子みたいな、なんか TikTok で書いてあったな、離れ目女子のどうのこうのみたいな。そう小松菜奈さんとかがそれでピックアップされてた、可愛いですよね、マジ可愛い、あれは
なんかブームであったか、僕なんかでも多分小松菜奈さんブームかな、小松菜奈さんが言われてた離れ目女子みたいな、そう最近人気のみたいなね。えでも2年前ぐらいにさなんかなってませんでした？3年前ぐらいかな、私は高校生ぐらいの時、そう離れ目女子みたいな言葉があった、もう今ないのね、そうだよ、何ナマズ、ナマズ変、ナマズっぽくはないでしょ別に私離れ目女子って初めて聞いたぞ、うん、早く寝らんといけん、私は明日ね大事な用事があるからさ、明日は大事な用事があるから早く寝なきゃいけない、なんかさお友達からさ、私こんなにさみんなからさダイエット頑張れよってさ言われてるのにさ、ダイエット頑張れよっていうかさダイエットしなさいってみんなに言われてさ一生懸命頑張ってる、頑張っててさ、あれ全然痩せないじゃんっていう現状なんですね今、全然痩せないっていうか全然体重減らないじゃん、なんじゃこりゃーっていうね感じなんです今ね。それなのにね、あのインスタを見てくれたお友達がね突然ね、あの専門学校のお友達がねもうなんか突然よ、なんかミズって呼ばれるんですけどミズどうしたのみたいな、めっちゃなんか細くてびっくりしたんだけどみたいな、なんか体調不良なのみたいな、心配して連絡しちゃったよみたいな言ってくれて、ええー、嬉しい嬉しいって言ったんです。全然元気なんだけど、全然無理してないんだけど、全然体重減ってないんだけどって言ったんです。全然体重減ってないんだけど痩せてる、めっちゃ痩せたねって言われて、えちょっと多分それ足だけやろ、顔は変わらんとよ、てか足そもそも見たことないやろみたいなそう足多分減ってない、変わってない、変わってないんですよ、顔に出やすいからさ、顔が基準なのよ私からしたら。でもまあ普通に嬉しかったです。痩せたとかの、痩せてないと思うんだけどな、体重減ってないしな、そう。でも嬉しかった普通に、お友達からそんな LINE 来て、確かにさ顔はね痩せないんだよな全然、でも足も痩せてないんですよね別にそうけど、そんな言ってもらえて嬉しかった、お友達に。でも心配になって連絡したって言ったけん、ちょっと心配させたな、ちょっと申し訳ないですよねいや私ねそれみんなからねその説言われるかなと思ったさ、でも全然一つもあのスタイル加工してないですよ、一瞬も1ミリも、見てみてくださいこうやって何の加工もしてないですよ、足とか、足とかね伸ばせるらしいですよ、あの加工で、加工ってかなんかなんて言うと、こうやってビヨーンってこうやって なんて言うとかな、カスタマイズみたいなやつあるらしいです、なあちゃんが言った、そうよ、時嬉しかった普通に、時にね言ったお友達に、全然痩せてない、全然体重減ってないし、うん、でもねあのそのお友達もね、私もダイエット頑張ってるんだよねみたいな、一緒に頑張ろうねって言ってくれて、頑張ろうね、大変だけどねダイエットはって言って、頑張ろうねって言ってお互い励まし合いました、今日の朝。そうってオスグッドね、なんかさやばいよねオスグッド、ダサい普通に、けど
けどもいいかなと思って、隠すこと隠さんでもいいかなとか思って。そんな出てなくなかった、あの写真。別にしては出てない方やったけど、みんなからしたらえ全然薄ぐっと目立てますけど感じかな、わからん。そうダイエット仲間できました。退団しちゃうの薄ぐっと芸人だよ私あおみちゃんおひさおみさんおひさおひさです。そのアイコンは懐かしい、おみちゃんじゃないですか。でもまだ画質悪いんですかね、見えてないの。おみちゃんおひさって言ってくれてるけどかわいそうに一緒に道連れにされちゃった。俺はやめない、俺はやめないよね。死ぬほど悪い。声は聞こえてるんですかね。え、ミニーちゃんかぶってるのは分かりますか。うん、こんなの捨てようかな、もうどうせ見えてないなら。あ、新潟から帰ってきたって、おかえり。ラジオと変わらない、ラジオでよかったやん、メイクしたのに。してないで、ね、寝言は寝て言えって言われよる。あら S クショ見せてください。どんな悪いと。そんな悪い、そんな。じゃあ私のどんな顔してもいいってこと、目つぶってもいいってことか。あ、今日ね、今日じゃないけど、ちょっと前にね、メガネ買った。だって目買ったけど、どうせみんなに見えてない件かけちゃおう。あ、まあ、でも反射しちゃうのかな。あ、しなかった。あ、反射しちゃう。反射しちゃうから前向けないわ。かわいい。いくらやったっけ？そんな高くなかったです。服はモザイク。かわいいんだけど、なんかちょっと、あ、やば、めっちゃ反射しちゃう。頭がよく見えますか？頭悪いですよ、私。頭悪い、悪くはない良くもない。頭は悪いです。頭は悪い。だってこの間私このご時世のこと、このご時代って言ったもん。まーちゃんと爆笑した。このご時代さ、ダメだよって言ったら、このご時世ねって。あ、確かに。まーちゃんがくしゃみしたんです、駅で。だけど、あ、このご時代、このご時世ね。ほぼ一緒や。ほぼ一緒。あと、何やったかな？もう一個ね、びっくりするほどのね、間違いをしたんです。びっくりするほど。何やったっけな？忘れた。けどいつも間違ってるけん、わからん。っていうかさ、ちょっとさ、このメガネさ、あれ、ちょっとね、あれ、店員さんの圧に負けた。かわいいなと思ってこうやって見てたんですね。そしたら店員さんが、トコトコトコって寄ってきて、もう店員さんの圧がすごくてすごくて、もうこれはね、誰とも被らないですよ。あ、こんななまってないかな。このメガネは誰とも被らないですよって言って、被りたくない派ですかとか言われて、まあまあそうですねって、あんまり被ったらねみたいな思って そう、あんまり被らない方がいいですかねって言ったら、もうそういう人にはこれがぴったりですって言って、もうこれしかないって言われて、そうで、そうですかって言って、
まあ買いましたね。本当はね、あのなんかビームスの黒縁のメガネが欲しかったんだけど、全然知らないお店で買っちゃった。なんていうお店だったんだろう。めっちゃ可愛くて、そのお店のなんかあの小物が、そうめっちゃ可愛かったけど、まあいいんですけど、全然可愛いと思って。そう、でも前使ってたメガネも壊しちゃったんだよな。踏んづけちゃったの。あれ多分オチが壊したじゃなかったかな、私だったかな、なんか誰かが私のメガネ壊したんですよね。そう、私のメガネを壊したんです、誰かが。でなくなったから買おうと思って買ってきた。これ結構便利なんですよ。宅急便とか来た時はこれかけとけば、すっぴんでもなんか許される。そう、コンビニ行く時とか許されるさ。そう、これかけとけばどうせマスクもつけるし、ほぼ誰かわからん。あ、でもなんかそういえばこの文化はすごい、お母さんから学んだんだ。お母さんすっごいメガネかけるんですよ、だってめすっぴんの時に。そう、近くスーパーとか行く時いつもかけてる、すっぴんだと誰かわからんぐらいなる。一言でも喋ったらバレそう。私なまってるけん、なまってるか。でもまーちゃんからもね言われたさ、あ、みーちゃん全然なまってるわ。みーちゃんあの生もうあの東京弁かと思いきや全然なまってるわって言われて、まあ確かに全然染まってはないですよって言った。でもね、まーちゃんの方がね、まーちゃんの方、まあ、私はなまってるんですけど、まーちゃんは方言が強いんです。なんなんたい、なんなんせんばたいって言うんですよ。するったい、なんなんたい、なんなんばい、なんなんさって言うさ、あっ、まあ、みたいな、言うさみたいな感じで、私より方言が強い。私はなまってる、なまってるの、私はなまりの方が強いなるだろうけど、まーちゃんはね一瞬ね長崎から一瞬離れたんですね、中学で。そうだけん長崎の訛りよりか長崎弁が強い。私はどっちもやけど私は訛りながらなんなんさ、なんなんばい、どっちも言う。そういや私めっちゃ覚えとるもん。中学でまーちゃんと離れたんです、ね、離れちゃったんです。こうあの離れ離れになったんだけどね、まあ、まーちゃんっていうのは幼馴染です。ちょっと知らん人もおるかもしれんけど、え、何この T シャツ、恥ずかしい。なんかでね、そしたらね、あ、なんかまあなんか方言が変わってたんですね、久しぶり会った時に。でなんかすごいずっと会話してて違和感があって、でなんかなあちゃんと、なんでまーちゃんあんな喋り方にしょっとかなみたいな、まあ、中学生の時やったっけ、分からんやったさ。そう、なんで あんな言葉喋るとかなって言って、なんかいつもと違くないとか言ったさ。そうでも普通に考えて普通にあっちに染まっとっただけやった当時はなあちゃんと、え、なんでみたいな、なんか いつもと違うよねって言ってから思っとった。そうよ、びっくりしたもん最初、めっちゃ違和感だった。シトラスって言って、なんなんシトラス言うみたいな話しよって、え、私たちその言葉使わんけんかみたいな、なんかな、え、わかんない、ちょっと方言わかんないけど、なんて言いますっけ、え、わからん、あっちの方言って言うじゃないですか。私は言わないんですけど、ナナしてるって言うんだけど、
難しいですね方言は。シトラスっていうのはしてるってことよ。言わないよね。なんあんま言わん私も。最初は超違和感だった。小学生の時。でも染まりやすいですよ私に比べたら。私に比べたらまーちゃんの方が染まりやすい。まーちゃん福岡行ってすぐ博多弁話しよったもん。びっくりしたわ。なーちゃんとびっくりしとったよ。まーちゃんさっき博多弁喋りよったよっつって。そう今も博多弁だと思う。長崎弁と博多弁とどっちも喋れるんじゃない。そう私は博多も博多っていうか福岡博多か博多もまあかじってますけど博多でもバリッバリの長崎弁だった。そうそうだけんかん違い分からん博多と長崎。博多かじらないで一瞬かじったんですよ私も。一瞬3ヶ月ぐらいかじったってか住んでたっていう住んでた3ヶ月ぐらい住んでましたよ博多に。そうまあすまん結局そんな結局ずっとはすまなかった。博多美味しかったです。もう博多通りもめっちゃ美味しい。そうよ浮気しちゃった。博多でも楽しかったです博多の生活も。楽しかった。そうですよ長崎と博多のバイリンガル博多弁めっちゃもつ鍋美味しいですよね。めっちゃわかる。もつ鍋めっちゃ美味しいんですよ。いやあのね私ね博多で人生初めてのもつ鍋を経験したんです博多で。で今までの人生で博多あ違うもつ鍋が食卓で出てきたことなんてなかったし福岡のもつ鍋有名じゃないですか。それまで知らんかったともつ鍋の存在を私は。でもつ鍋の美味しさに気づいてしまってからはこっちに来てからももつ鍋を食べます。本当に好きもつ鍋本当に大好きなんですよ博多のもつ鍋めっちゃ美味しいね。あーもう明日食べたいもつ鍋。明日食べたいもつ鍋。えホルモンってもつ鍋のこと。あもつあもつイコールホルモンってこと。私ホルモン食べたことないな一回も人生で。あれあそうそう難しい。えもつ鍋出てたんですか。そうなの出てなかったんだけど。そう私ねもつ鍋大好きでよく食べてるんですもつ鍋。えでも鍋やけん太らんじゃないと。太ると鍋でも。え待って今日なんかめっちゃ早くない。もう19分だ早っ。もつってホルモンのことなのねえ。うなぎも食べたい。うなぎ食べたい。めっちゃうなぎ食べたいっちゃけど。ちょっとなーちゃんと小学校に釣りに行ってこようかな。うなぎ釣り食べれんかあれ。だってみんなが思ってるうなぎみたいなうなぎじゃないです。私たちが釣ってたっていうか取ってたうなぎは結構なんかちっちゃいやつ。ほんと川にいるやつ。川にいるなんかもうちっちゃいやつ。まあまあでも意外と大きかったかも。うわ初見っていうあれくれた。ありがとうございます。もっくんありがとうございます。土壌かなあれ。えでもみんなうなぎって呼んでたんですよねあれのこと。ねうなぎ食べたい。私とりあえず明日でダイエットは第1部が終了してあのチートデイみたいなのに入るんですね明後日ぐらいから。そう明後日ぐらいからちょっと一旦ダイエットは一旦終了一旦終了っていうか一旦休憩一旦中止で休憩に入るんです。1週間ぐらい休憩したいな。
ていう感じですね。あんま続かんけんね、ずっとダイエットしとっても。ストレスたまるめっちゃ食べるの大好きだからさ、食べないって食べたいものを YouTube でずっと見る生活って意外とストレスたまるなと思って、そうちょっと一旦食べさせて1週間ぐらい、1週間もでもガバガバは食べないんですよ。1日食べたら1日控えめ、1日食べて1日控えめみたいな、1週間にしよっかなって感じ。そうで1週間ぐらいがんちょっとチート習慣、チート習慣、チートデーって言いますよね、チートウィークにしよっかな。あーいい、ロクスキー行こうぜっていう日本語とはどういうどういう意味なの。ロクスキー食べ、あ違う、スケルク食べたい、スケルク食べたい。やり方おかしい、やり方おかしいの、誰か正しいダイエット法を教えてよ。じゃあでもなんかさ、なんかあのライズアップ、ライズアップ、ライズ、ライズアップでしたっけ、ライズアップ、ライズアップ、ライズアップ、なんかそうあるじゃないですか、ライズアップみたいなやつ。あれしたらさ、もう担当のさトレーナーさんがいて絶対痩せれるのかな。ライズアップか、ライズアップか、ライズアップ、ライズアップしよっかな。でもあれ高いやろ絶対、ライズアップ、うわ高いって。やっぱりひーちゃんと同じチョコ、え何それ、絶対高いやろ。そうなんですか、何食べたか送ると。私もう前食べたものを忘れるけん無理だわ。その日食べたの忘れちゃう。30万、え免許取れるやん、運転免許取れるやん。でもダイエットってさタダでできるけんさ、30万はさすがにちょっと書きすぎよね。1万円ぐらいやったらまだなんかあれやけど、タダでできることを1万円かけるのもちょっと贅沢なのにさ、30万はちょっとお水着には無理やな。免許と同じ、そう免許イコール30万って思ってるいつも。もっと安く出て取れるかもしれん勉強。そうよ、50万ぐらいもするの、そんな。でもライズアップしたら楽なのかな。でも楽じゃないよね。あそういうことか、そういうシステム、30万払って食費がなくなって痩せるっていうシステム。あそういうシステムやったらそれはすごいいいとかな。イルザップして、イルカさんがイルザップしてくれると5万円で、もうちょっと安くしてよ、5000円でいいや、5000円にしよう、イルザップ。筋トレあるんだ、楽しそう。それはあめっちゃ辛いよとか、ライザップライズダイってそもそもダイエットが辛い。だからダイエットってねもうダメやもん、やっちゃダメやもんダイエットは。だってあの健康には悪い健康には悪い、健康には悪いダイエットは。だって食べたいもの食べれんけん悲しくなっちゃう。食べたいものは食べた方がいいんですって思ったったらブクブク太ってしまう。そうなんですね、極端なんですよね、私はアホだから、アホだからさ極端なんですよね。それは分かるんですよね。でも長期間やったらもうちょっとゆる、長期間で何キロ痩せるとかやったらもうちょっとゆるくできるのかな。そんな急がんでもいいか、そんな急がんでもいいかもしれない。金町、あ調べると忘れとった、金町、私調べようと思ってたんですよ。そう金町ってどこにあったかなぁと思って。え東京都ですか、東京都金町、何
どこの金町っていうんですか、調べていいと。最寄り駅が金町駅ですか。いや私さ調べなくていいの。もう2キロいいな、2キロ痩せたとかさ言ってみたいんだけど。葛飾区分からん、 Google マップでいるか歩いてなんで撮られたしさ、撮られたことないやろ。あーみんなに言われてる。でもどこか分からん場所、何区って言っても分からんわ。何区って言っても分からんね。千代田線知ってます？千代田線は分かりますよ。多分乗ったことある、乗ったことあるか分からん。で調べたいなと思ってたけど忘れてたんですよね。忘れてたわ配信をって。そう調べますねって言ったらさ絶対やめてって言うと思ったけん、こっそり調べようって思っとったら忘れとった。そうなんですか、終点まで。あ、終点ってことは結構奥なんですね。奥の方にあるんだ。東京都の一番右って感じ。へえ、今日早かよね。私も思った、めっちゃ早い、びっくりしたわ、早すぎ。スカイツリーの方か、吉野家近いんですか。吉野家近いと、奥じゃないと。だって終点やったら最後やけん一番奥ってことじゃない。違う、そういうことじゃないと。右ってこと？あ、でもそっか、終点やけん奥、一番奥っていうわけじゃないね。だって渋谷終点だもんね。渋谷が終点やけんさ。そうよね。そうとは限らんってことやね。千葉よりか。千葉よりか。あ、千葉行きましたこの間。千葉ディズニーランド、千葉ディズニーシーに行きました。確かに山手線はずっと回ってますね、ぐるぐる。京王線？私が千葉に行った時ですか？この間ディズニーランドに行った時は京急線みたいなやつでした。京急線みたいなやつありますか？東京駅からの乗りました、京急駅みたいなやつ。なんか京急駅、京急線みたいなやつ言ったっけな、違う？でなんか舞浜駅みたいなとこで降りたんです。そう、京葉線か、すいません、京葉線だって。そう、京急線ない、京急線って、京葉線か。東京駅難しい。赤レンガってやつですか？なんかあれ、なんかついた、なんかまーちゃんが赤レンガのどうのこうのってなんか言ったっちゃけど、私それ知らんかった。あ、京急じゃないか。京葉線でした。京葉線みたいなやつか。で舞浜駅ってとこで降りたんです。あれ、赤レンガ、あ、じゃあまーちゃん違うこと言った、まーちゃん横浜のこと言ったんや。え、でもなんか東京駅のなんか赤レンガのみたいな、赤レンガじゃないかな、私が間違ってるのか。東京駅のなんかありますか、そういうの。あ、そうだ、羽田空港に行ったんだ、京急線で。あ、そう、東京羽田空港までまーちゃんを送った時に羽田空港方面に行ったんですね、まーちゃん、お姉ちゃんがそっちにおるけんみたいな、確か
違ったかな。そうだ、それね、京急線に乗ったのかな。あ、そうだそうだ、レンガ造りが、あ、レンガ造り、東京行きが赤レンガでできてます。あ、それのこと、多分それのことだ。東京行きってあのレンガのやつかみたいなの言ったわ。赤レンガのやつみたいな、全然知らんけど、そうじゃないって言った。そう、ちょっと分かってきた。どんどん京急線は羽田空港方面に行って、京葉線はディズニーランドに行った。丸の内口から外出てみて、丸の内口、いや分かんない行ったことない、そんなもん、そんな難しい駅行ったことないです。丸の内口駅、東京都の丸の内駅、東京駅の丸の内駅舎が赤レンガ、何それ、むずい、分かんない分かんない。そうなんですね、東京駅の丸系で、そうなんだ。でも外出らんかったわ、もうすぐ乗り換えて行ってしまった。難しい、東京は難しいよいや本当にブリンドさんより分かんない、私住んでるんだけどな、もう1ヶ月ぐらい経つんだけどな、全然分からんな。そういうことね、東京と千葉のようで京葉、京葉だ、京葉、京葉線なんだ。あー、なるほどね、千葉と東京をつないどっけん京葉線。いい、頭良いですね、それ作った人。まあ、でも単純か、あ、東京と千葉結ぶけん、これとこれでいいや、えい、京葉線だって感じか。すごいしっくりくる。あ、バタバタタイムくるけん、はい、先に読みますね。第1位ジョニーさん、ありがとうございます。第2位みーちゃん大好きだよ、ショートさん、ありがとうございます。第3位チョコミントさん、ありがとうございます、ありがとうございます。第5位おのちさん、ありがとうございます。うん、かまちゆっきーな、なあちゃん紹介して中小ありがとうございます。第6位くぼくん、ありがとうございます。第7位よしのりさん、ありがとうございます。第8位ブリントさん、ありがとうございます。第9位タマのポミさん、ありがとうございます。第10位笑顔ニコニコさん、ありがとうございます。第11位ポッポさん、ありがとうございます。第12位もっくん、ありがとうございます。そして第13位インテリアクザさん、ありがとうございます、ありがとうございます。じゃあ私も東京マスターになります。これから東京マスターになるぞ。じゃあ今日もありがとうございました。あ、そんなモザイクかっつったかな、やばいね。じゃあおやすみ皆さん、いい夢を見てください。バイバイ。え、なになになに、おやすみバイバイ、おやすみバイバイ。